はい、では股関節ぐるぐるストレッチを投げる動きに応用しましょう。このような形で低い頭の高さを変えないで股関節をぐるぐると運動しました。この動きそのものを利用しながら、股関節の回線を利用しながら投げる練習をしてみましょう。繰り返し練習をしてください。